上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマート、坂道の本部の厚切りスモークタマネと黒胡椒香るパストラミビーフ、お母さん食堂を食べ比べたいと思います。あれ前もやったから、まあいっか。というわけでまずは刺激がありそうなこちらのパストラミビーフからいただきます。まあ開けた瞬間にもう刺激的な香りがしてきましたね。これ結構美味しそうです。はい、中身はこんな感じになってます。おー、ちょっと掴みづらい部分もありますが、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、次はレモンのレモンタン。ちょっと開ける瞬間にお肉の香りがするのがしてきましたね。人によっては苦手かもしれません。ではいただきます。黒胡椒香るパストラミビーフは薄いお肉の中から刺激と歯とあっさりとした食べやすさがあって美味しかったです。ハムとはまだちょっと違いましたね。ちょっとお肉の旨味もありましたし、ハムよりもお肉の旨味を感じられる調理法としてはいいかもしれません。で、厚切りスモークタンは、こちらはちょっとコリコリした歯ごたえは確かに、誰さん求めるあの弾力は残念ながらなかったですね。コンビニ商品なんで仕方ない部分もあるのかもしれませんが、レモンでさっぱりいただくことができたんですが、ちょっと思ってたのとは違うかなと思います。というわけで今回はパストラミビーフをこちらの点数、タンをこちらの点数とさせていただきます。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の日本でお会いしましょう。